フレンチャンネルのハルコンとエルキャットのイティちゃんです。今日もよろしくお願いいたします。今日はここイタリアフィレンツェから緊急速報ということで注意喚起のお知らせをしたいと思います。現在イタリアをはじめヨーロッパではグリーンパスの運用の抗議についてデモが頻発しています。なのでヨーロッパへ渡航する予定のある人やヨーロッパ在住の人は十分気をつけてください。在イタリア日本大使館からも巻き込まれないように十分注意するようにという注意喚起の連絡が来ています。先日の動画でもお知らせさせていただいたんだけれど、イタリアでは今月15日から全就労者にグリーンパスが義務付けられます。ということはグリーンパスがないと仕事ができないということですね。これに対してイタリア各地でデモが起こっていたんだけれど、10月9日にはローマで大規模なデモが発生して、一部においては現在も継続しています。今回のデモは警察とデモ隊が衝突して暴動に近い部分を見られたということなので、イタリアへ渡航される予定のある方は十分気をつけてください。またデモは事前に知らされないことも多く、交通渋滞などもね発生するということで、街を歩くときは十分注意してください。今まではねヨーロッパ各地、例えばフランス、ギリシャ、オランダなどで大規模なデモが発生していましたが、イタリアでも起こるようになってきていて、今月の15日からこの新法令が施行されるということで、おそらく今週末からまた大規模なデモが行われると予想されています。この期間イタリアにいらっしゃる方は街を歩くときに十分注意してくださいね。フランスに住む友人に聞いたところ、フランスでもデモが起こっていて、街を歩いてるとね物が飛んでくる時があるそうです。まあ、火炎瓶が飛んでくるとかね、そういうことだとかなり危ないので、なるべく、ね、外を歩かず家の中で待機していた方がいいと思います。在イタリア日本大使館からはなるべく外出しないようにして、遭遇した時などには近づかないようにするなど身の安全を確保するように行動してくださいと連絡をいただいております。現在イタリアではこのグリーンパス義務化に伴ってスーパーマーケットなど生活必需品のお店もグリーンパスがないと入れなくなるなんて噂が出ていて、今はねそれは噂の段階なんだけれど、この世の中にかなり不安が広がっています。また新しい情報が入ってきたらシェアさせていただきたいと思います。ハルコンとイティちゃんも引きこもり生活を頑張ります。イタリアは新法令が出てかなり混乱が続いていますが、イタリアも頑張ると思ってくる人はぜひグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。最後に今日フィレンツェ主要駅の構内の様子を撮ってきたので見ていきたいと思います。それではどうぞ。日本も大変だと思いますが、皆様お体くれぐれも気をつけてくださいね。最後までご視聴どうもありがとうございました。イタリアフィレンツェからハルコンとイティちゃんがお送り出しました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。